それはなしだな。はい、追加手続きは使えないので、追加手続きはなしで、じゃあ15秒前ですね。追加しないっていうだけでもちょっと気が楽だな。なんかね、今はもう死んでこうじゃなってる。リッキー、シカのレッツ深呼吸。はい、皆さんこんにちばんは。こんにちばんは。9月24日、うん、火曜日の6時を回りました。はい、ですね、最近何かあったかな。うん、あ、そうだ、9月20日、うん、先週のね金曜日に、うん、安室奈美恵ちゃんが42歳になりました。おめでとうございます。あの先週の放送でもねしたんですけど、うん、ね、9月16日、まあ、奈美恵ちゃんの聖地である宜野湾でね、花火が上がって、もう毎年9月16日は、安室ちゃんのイベントをやろうっていうなんか雰囲気もなってますし、うん、あの安室ちゃんがもう42歳だよ。いやでもあんな42歳いいでしょ。息子さんは20歳の時の子供だっけ。だから22歳。毎日家帰る、あんなお母さんいたら。毎日家帰る、マジで。いや、あの息子さんはなんかあの親離れしてるみたいだけど、安室ちゃんがなんかまだね子離れしてないようなこと本人が言ってたからね。うんうんうん、去年とかね、年末までずっと安室ちゃん の, あの特番とかさ NHK とかでいろいろやってたのを、うん、あの永久保存で録画してるのがあって、うん、でそれをちょっとね、あの、まあ、記念日が近づいてるということで久々にまた見返したりとかしたんだけど、へ、やっぱりねうまくできてるなと思って。日本、あの沖縄に琉球放送から沖縄のテレビ局が作ったものと NHK が作ったものがあって、うん、両方見てたら本当にね、この安室ちゃんのこの偉大なね、うん、この歴史が本当に分かるし、うんうん、この本人の性格っていうかな、うん、ああいうのも本当に見て取れるんだよね。うん、もう いつもねもらい泣きするシーンがあるんだよね。うん、まあ、たまにこうやってテレビで出てくるんだけど、うん、何かって言ったら安室ちゃんが、まあ、妊娠結婚して、うん、この休業する時期があったじゃん、うんうん、はいはい、1年間ぐらい、仕事休んでね、うん、で1年ぶりに復帰したステージが、うん、紅白歌合戦だったわけよ、うん、覚えてるかな。紅白で1年ぶりに復帰したわけ、うん、でその時に安室ちゃんはバックステージのでもこうカメラ向けてたけど、うん、すごい不安そうな顔してるわけね、うん、なんでかって言ったらこのテレビ業界ってとってもすごいスピーディーだし、うんうん、早いから次から次へと浜崎あゆみとかいろんなね、ミュージシャンがボンボン出てくるから、うん、ミュージシャンとかねいろんなの出てくるから、うん、もうファンは自分を離れてるんじゃないかな。しかも結婚してるし、アイドルが結婚するったらもう致命傷みたいな感じもあるからさ、あ、もう自分の安室ちゃんじゃないんだみたいなね、うん、感じで離れていく人もいれば、だすごい不安だったらしいんだよ、うん、でそこで紅白で1年ぶりに復帰して、うん、この出て歌った時に、うん、キャンディセレブとかな、うん、歌った時にもうすごい会場がお帰りなさいとかね、うん、そうあったかいこの空気に包まれたらしいんだよ、うん、もうそこでもううわーって泣いちゃって、うん、も声も出なくて、うんうん、歌えなかったんだよね、うん、もうあのシーンもいつものなんかね
出ちゃうよね。うーん、もらい泣きしちゃうんだよね。そっか、あれはあのその涙か、うん、もうだからなんていうかな、安室ちゃんがほっとして、あ、みんな待っててくれたんだみたいなね、うんうんうん、あの復帰していいんだっていうこの気持ちで、うん、温かい気持ちになってもう涙が出てきたっていう、うん、このあのシーンなんだよ。もうそれを考えたらファンあっての本当安室奈美恵だよね、うん、すっごいだからもうもらい泣きするあのシーンなんだよね、うん、あれ見るとね、もう僕の中ではもう永遠 の、うん、あのアイドルっていうかファンは山口百恵なんだけど、うんうんうん、山口百恵が引退する時のシーンも本当に鮮明に覚えてるんだけど、あのマイクを置くの、マイクを置く、うんうんうん、あの時もね、なんていうかな、まだ俺高校生ぐらいだったかな、本当にね、そのぐらいだったけど、でもあのマイク普通に家で転がってるって言ってたよ、なんかテレビで息子がいや本当にね、うん、感動したよね、安室ちゃんのあのシーンも。うーん、ね、もう42歳で、まあ、先週の番組でもねお届けしたように、宜野湾市では、毎年9月16日を、うん、そういう安室ちゃんの日にしようということで、まあセブンイレブンさんもね毎年花火を上げてくれるのかどうかですけど、うんうん、まあハートプロジェクトもね、好調のようですし、問い合わせもね殺到してるみたいなんで、はい、まあ、引き続きね安室ちゃんの聖地として宜野湾市はね、それでたくさんのね観光客来てくれたりとか、うん、でまた安室奈美恵ミュージアムっていう、まあ名前はちょっと違うかもしれないけど、うん、ちょっと有名な方とかそういった人のこのミュージアムの中に安室奈美恵のコーナーみたいなね、うんうん、そういったのを作るっていう構想もね、日本郵政さんと合わせて、うん、もしかしたら ABEX さんも協力してくれるんじゃないかなっていうことで、うん、今話し合いがねこうなんか続いてるみたいなんで、うーん、期待したいなと思いますね。はい、はい、ということで、今日もねまあゲストさんいませんので、うん、どういう話をしようかなと思ってるんですけど、先週はね孫さんの話で、うん、孫正義さんの話でね、うん、なんですけど、うん、今日もちょっとなんていうかな、お得な情報というよりも知ってた方がいい情報をね、うん、お届けしたいなと思いますんで、はい、1時間お付き合いください。 FM ギノワンレッツ深呼吸。この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、地域に愛され11年、空調と水まれることなら沖宮設備、癒しのオルゴール専門店沖縄オルゴールの提供でお送りいたします。で何話そうかな。あれあれお得な情報じゃなくてって言ってたから、あるのかなと思って。いや、お得な情報いろいろあるんだけど、何をお得な情報、お得な情報、お得っていうか、まあ、これからの常識になるだろうっていう。常識いいね。とかですか、仮想通貨じゃなくて何でしたっけ、あ、ねえ、なんとかペイも多すぎるよね。ペイ多いじゃないですか今。もうみんなペイペイ言ってるね。ありすぎだね、もう。AMOペイですね。おお。これは何？なんか携帯でお金が払えるみたいな。使ってるペイ。ペイは使ってる。エディくらいです。そういう何ですか？キャッシュレスのやつは私はエディくらい。だよね。そうだよね、あまりペイもいっぱいありすぎてさ、で扱ってる店も全部扱ってないさ、ここで使えるのは何ペイなのかね、はい、だからここは LINE ペイ使えるよとか、あ、はい、でもここ使えないとか、いやもう全部同じキャッシュレスってことでしょ、そのペイって、うん、そうだけどさ、なんかだから会社ごとに分かれてる、うん、スイカだってそうじゃん、交通系のキャッシュレスだけど、
交通系っていろんなところで使えるようにしてるから、うん、一応スイカは電車やコンビニ、うん、コンビニ全般でも使えるし、うん、飲食店でも割とスイカ使えたりするから、うん、だから俺もスイカで十分かなと思ってるけど、何も持ってない。ガソリンスタンドに行ったらでもスイカ使えないから、あのガソリンスタンドでは7個って使ってる。あ、セブンイレブンが7個です、ね、そうそうそう、だから7個、俺セブンイレブンでやってるって知らなくて、はい、俺がいつも利用してるガソリンスタンド7個だから、はい、7個便利だな、でポイントにもなるし、でポイントまたあのお金にチャージ返金してガソリン入れるから、あ、便利だなと思って7個使ってたらセブンイレブンができて、行ったら7個をチャージしたらどの子のって言ってたね、セブンイレブンは7個をしてるなっていうのが後で分かった。あ、じゃあチャージはそのガソリンスタンドとあのセブンイレブンでできるってこと？でも、うん、でも7個いろんなところで使えるかなと思ったらそうでもないような感じがするんだよね。沖縄はなんかガソリンスタンドでしか使わない7個って。確かに 今まではガソリンスタンドでこのセブンかでやっとでセブンイレブン。しかもさ、7個がいいのはあのカードセブンも行ってないんだ。カード式じゃなくてこれ7個、はい、これ使ってるの？あ、私の知り合いはこれ使ってる、うん、俺なんか可愛いじゃん、キーホルダーになってるさピーンって、うん、ピーンって、なんかエロいな、なんかエロくない、何食えよホテルの鍵になんかエロくない、お前が考えればいいんだよもう眠くてさ眠気と戦ってやばいよ、あの、カード持つのもめんどくさいですもんね、うん、そうそう、こんなの何も使ってない。エディも使ってない。あ、そうなんだ。8切れそうなってる。なんかあれチャージするのが面倒い。自動にしたらいいんじゃないですか。なんで自動？自動、あ、オートチャージみたいな。ああ。ダイエットになったら口座から。うん。あ、これ切れちゃう。もうあれクレジットカード、くっさ。はい、クレジットカードみたいなやつってことよ。あ、はい。え、くさいから。こんなしなくても臭いから。こういうあの糸が出たりしたらさ、うん、こうやってすぐ焼く人、うん、焼きたくなるでしょ、焼くならない、うん、これさ、あの気をつけてほしいのがこんな糸とか出てて、はい、トイレ入った時に、はい、やった奥さん今のトイレの探知機すごいよ、すごい、カチッってやった時でビューってなるよ、あ、そうなの、もう火花でキャッチするみたいな、まずトイレでやらんからね。いやいや、たまたまトイレ入ってる時に何か塗ってったから、マジでライター持ってないもんね、まずね。ああ、確かに。いやいや、この袋に。でも、あ、そっか、でも、あんまり目立たないところでとかって思ってトイレでやったら、むしろ、わーってなっちゃう。すごい、びっくりした。今のものすごいだから、探知、キャッチするみたいな、ちょっとした、火花。エアコンの効きが悪い、トイレの日本がひどい、 CM なんだよ、 CM、 あ、でもあと30秒ご相談ください。お組み設備は空調、トイレ、浴室の整備だけでなく電気や給排水設備も、電話番号 894-3966、 皆様に支えられて10周年、お組み設備、この CM が終わったらまだ10周、あ、去年作ったから10周年だった、本当は10周年だよ、11周年、優しい音色が広がる、11周年、あ、そっか、去年作ったの、手作り体験に行ってみよう、うん、サンセットビーチ沿い、切った時期はまっすぐだったのにさ、テンパーだからこんななってしまった切ればいいさ、まだ切る、俺ダメ、やめてじゃあ行けますね、はい、どうも、はい、レッスン呼吸お届けしてます、はい、今日は9月24日24日、火曜日です、うん、火曜日です、うん、でも収録は9月9日そう月曜日です、変な感じだね、お昼でいい天気です、うん、めっちゃ晴れてるし、もうバラしてますけど、はい、先週からですね、今日はゲストさんもいませんので先週に引き続き、うん、ちょっとこれは知ってた方がいいだろうっていうことをね、はい、まあ自分のちょっと YouTube で勉強してる中でいろいろ話したいんですけど、
まあみんな中途半端に僕覚えてるんで出た本当はもっとね一つのことにめちゃくちゃ掘り下げて話したいんですけどね、かいつまんで話してじゃあそれはどういうことなのかなとかっていう形でいろいろご自分で検索興味のあるものに関しては検索して調べてもらえればいいのかなということで、ちょっと気になるキーワードを主に話していきたいなと思うんですけど、一番大事なのはね、最近というかこの携帯電話スマホが普及したり、このインターネットが普及することによって、この時代の流れもののなんかやり方方法とかさ、まあ、最近よく使われてるのがプラットフォームっていうのを使われてるんですけど、プラットフォーム、例えばスマートフォンの中にアプリがあるでしょ、アプリケーション、はいはい、そのアプリのこの仕組み自体をプラットフォームって大体言ってるんだよね、一つのまとめ、もうそこに行ったら全部集約されてるみたいな、そこを介して何かをやるみたいなね、それプラットフォームだから、プラットフォームを、なんていうかな、みんなが使える便利なプラットフォームを作れば、一つの事業が成功するって言われてるぐらいだわけ、例えばだからメルカリにしても、あれすごいプラットフォームを発明して莫大な事業を起こしてるじゃん、もうLINE もそうだけど、その全部プラットフォームなわけよ、前番組でも話した、一台もタクシーを持ってない世界一のタクシー会社 Uber、これもプラットフォームなわけ、こういうプラットフォームがたくさん今の時代できてきてるわけ、でそれに合わせて何て言うかな、もういろんなとにかく時代がものすごいスピードで変化していくから、これを何て言うかな、まあ3年に一度の、パラダイムシフトっていう言い方するんだけど、パラダイムシフトって何かっつったら、今までの常識とか、非常識がもう覆るんだよね、それがもうパラダイムシフトっていうんだけど、それが通常今までだったらもう平成昭和の時代までだったら、携帯電話で見て分かるようにこの前話した 1G から 5G、今 4G じゃん、G っていうのはジェネレーション、世代って話したよね、でこういう10年に1回世代が変わってたのが今3年に1回、もっと早いものもあるし、最低でも3年に1回は大きなパラダイムシフトが起きてるわけ、今のようにだから10年一昔って言い方も今しないわけよ、もう1年3年一昔って感じで、もう3年前と今とまた全然違うし、どうしよう忙しい、今から3年後も全くまた違う仕組みになってくるわけ、いろんなのが、いやだついていけるから、マジでもう怖いけど、いやだからこれをね知らないと時代についていけないし、なんていうかな、本当に時代遅れでも昔のちょっと前までは時代遅れでも10年以内に追いつけばよかったのが、今3年間ぼーっとしてたら、でもう次時代変わってるのに、6年間ぼーっとしてたら、もう2世代時代が変わってて追いつかないぐらいになるからさ、だから新しい情報に敏感になって常に取り入れてないと、次こんな時代が来るからこんな準備をしとこうとか、こんなことをやろうとか、今はこれ控えといて、来年ね、例えば 5G が来年起こるからその時にやろうとか、っていう時代の先ちょっと先が分かれば、ある程度何か準備したり、この時にやろうとかってことができるわけよ、備えが。だから新しい情報にはちょっとね敏感になってて、た方がいいだろうっていう、キャッシュレスのね、そのペイとかなのもそうだけど、もう例えばコンビニにね店員がいなくなるとか、
レジがスーパーからなくなるとかさ、ねえ、だからちょっと前の放送でも話したレジがなくなるんだけど、あの何て言うかな、レジの打ち込む人がいない、うん、自動レジ機みたいなのを、うん、あのもう開発して大量に作ってしまうと、うん、損だわけ、それだけ。だってレジがなくなるのに、うん、新しいレジ作ってどうするのみたいな、うんうんうん、時代の先読んでないからもう大損するとこもあるわけ、うんうんうん、どうせ無人レジが来るんだったらもうそれまで作らない方がまだマシみたいな、ね、うん、ところもあるわけ、うん、だから少し先のね時代を読むっていうのはこの時流に流れる大事なことなわけよね、うん、で、なんていうかな、僕らも仕事の中でもね、時流っていうのはとても大事なキーワードだっけ、うん、時流、時代の流れ、うん、それは川の流れと同じように、うんうん、あの逆流に逆らって川に入って歩いてたらものすごい抵抗があるじゃん、うん、でも下流に沿って歩いてたらスーッて歩いていけるじゃん、うん、流れていけ、うん、たまにガーッて流されていくけど、うん流されるのはあのもう時代の時流に乗り切れてないからバーって流されるようなもんだけど、うん、まあ、そんなイメージでとにかく時流に乗るっていうのは商売にとってもとても大事なわけ、うん、だって時代は逆行してるのにあのそういう商売やったらさあのお客さん来ないし売り上げ上がんないし、うん、ね、大変なあの仕事になるわけよ、うん、業態になるわけよ。だからそういう時流に乗るってのはとても大事だなって思ってるわけよ、うん、で今どんな時流かって言ったらもう本当に AI がものすごい勢いで進んでくるし、うん、コンピューター自体もね、ディープラーニングって言って、うん、コンピューター自身が深掘りをして勉強していくっていう、どんどん賢くなっていくコンピューターになってるからさ、うん、いろんな買い物もやりやすいし、うん、もうその人のカスタマイズっていうかな、Amazon とかいろんなネット検索でもそうだけど、うん、自分がよく、検索するキーワードとかよく見てる、要は YouTube でもそうだけどさ、うん、よく見てるものがあったらそれに関連したものが向こうから来るじゃん、コンピューターの中から、うんうん、ネットの中から、うん、でこれがとっても大事なわけよ、うん、これの、まあ、特許っていうか先駆けはAmazon とかがやったんだけどね、うんうんうん、それやることによってさらにあそうだこれも欲しかったんだって、うん、わざわざ検索しなくてもコンピューター側があこれを見てる人はこんなものも見てるよとか、うん、こんな本を買ってるよとか、うん、これを注文してる人はこれも注文してるよとかって、うん、まあユニクロのねネットでもよくあるんだけどさ、うんうんうん、だそんな感じで買い物もしやすくなってるしね、とても便利な世の中にはなってんだけど、うん、最近のねちょっと気になるキーワードみたいなのがあって、うん、それ何かって言ったらサブスクリプション、もう一回もう一回言いにくいんだけどねサブスクリプション方式、サブスクリプ、ん？サブスクリプション、サブスクリプション、サブスクプ、サブスクリプション方式、何回言うんや、カミカミだ。いやこれ言いづらいけどね、うん、これ何かって言ったら定額制っていう意味だっけ。ほう、このサブスクを利用もう活用してるのが、うん、有名なところではアマゾンプライムっていうビデオとかね、うん、月額定額制で、ね、いくらでも見れますよとか、うん、でこういうのをサブスクっていうんだよね。うーん、 月額定額制、うん、今は、いろんなアパレル業界でもあるわけ。月額いくら払えば、うん、好きなだけこの借り、うん、放題とかさ、うん、月額定額制でレストランとかね、月に3万円払えば、うん、こうそこのフランス料理が食べ放題、月何回行っても食べられる
そういうのとか、こういうサブスク方式っていうのはこれからの時代の時流だわけ、うん、サブスクリプション、うん、こういうあの月額定額制をどんどん取り入れていく業種業態が今後増えてくるわけ。これ何がいいかって言ったら、うん、その業種業態によってはお店によっては、うん、サブスクの会員が例えば100名いたら、うん、月額定額1万円だったら、うん、もう月額100万円の売り上げはもう確保できてるわけ、うんうんうん、でそういう安定した経営もできるし、うん、でサブスクの会員になってる人は、うん、あの元を取ろうと思ってね、やったりするんだけど、うんうんうん、それにまたサブスクの場合はあの条件を決めてね、うん、例えばあのなんていうかな、必ず予約が必要だとか、うん、あのどうこうどうこうってね、その経営がマイナスにならないようにうまくやるし、うん、で会員はちょっとでもあのお得になるようにって利用したりするから、うん、その狭間でこうやっていくんだけどさ、うん、でちょっと最近発表されたサブスクで面白いなと思ったのが、JR 東日本が、うん、これ試験的に、駅の中のホームとかね、うん、ああいうところに設置されたこの自動販売機、うん、自動販売機のサブスクで、うん、月額980円を払えば、うん、1日1本飲めるわけ。この販売からもらえるわけ。ビッて150円のあの1日1本だよ、うん、月額980円ったら 毎日まあ駅中だから、まあ、通勤途中だったら、1ヶ月20日間仕事やるとして、うん、150円の20日間は3000円だわけ。うん、980円だったらね、2020円のお得。へえ。でも毎日あの電車に乗る人だったら、うん、まあ改札入ったり出たりするんだけどお金かかるよね、うんうんうん、だからどっちみちあの入ってどっかに乗るっていう、まあ、休みの日でもね、うん、あの利用した場合は駅中で販売機買えるから、うんうん、最大で月額3500円はお得になる。すげえ、いいですね。すごいよね、うん、そういうあの自販機のねサブスクっていうのも出てきたり、うんうんうん、あるいはメガネとかね、メガネ屋さんのサブスクとか、いろんな業種業態がどん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 これを採用してきてるわけ。うん、だから今後だからそれもキーワードになるしね。サブスクリプション、例えばあの宅配の寿司とかピザ、あのピザとかね、あれも月額定額制にして、うん、あのね、まあ条件をつけて、うん、この何枚でも取れるよとか何かしたら、デリバリーとかね、うん、最高だね、うん、そういうことによってこのお客さんをこの取り込むっていうかね、うん、囲い込むっていうやり方にも近いんだけど、うん、そういうちょっとしたキーワードだと思うんだよね。もうサブスクの会員が何人いるっていうだけでも、うん、もう売り上げはそこで成り立ってるから、うんうん、蕎麦屋さんだったりとか、うん、あのもういろんなだから業種業態に当てはめたら面白いだろうなと思ってさ、うん、いいですね。そしたら別の蕎麦屋に行こうっていう気にもならないじゃん、うん、あの店のサブスク、うん、メンバーだからやっぱそこ行こうとかね、うん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 、わざわざあのまあ宜野湾の蕎麦屋でのサブスクの会員だからって言って、でも遊びで那覇とかどっか遠いとこ行ったとしても、あ帰って家の近くのあそこでだったらもうタダじゃんみたいな感覚でわざわざ戻ってでも食べるわけ、うんうんうん、でそんな感覚のサブスクっていうのはとってもこれからまた新しいキーワードでいろんな業種業態が参入してくるんだろうなとい う, うんも、ね、これもう一つのちょっとキーワードなんで覚えてたらお得かなとね。面白いです ね, ねとかありますね、うん、はい、まあ、あと CM 挟んでね後半は、ちょっとガラッと変えて、IT 業界っていうかね、ちょっと注目される話題に切り込んでいきたいと思います。はい、
サブスクリプション、サブスクリプション、ずっと言いたかった、サブスクリプションずっと言っとけよこういうの言いたくなる、サブスクリプション、面白い。あれもですよね、来日スタンプも月額制のやつが あ、そうなんだ、へぇ、だからもうこれね、月額制っていうのは本当キーワードなんだよね。僕なんかやってる共済会のところじゃん、あれもサブスクなんだよ、月額定額で、あ、そうだね、福利厚生使い方に、サービスの使い方に、ただ使い方にいっぱいあるから、だから安定してもう毎月これだけ入ってくる、確保できる、会員が今21万人超えてるから毎月いくら入ってくるって皆さん分かってるし、それが50万、100万だったらもう毎月数億円集まってもらってるから、運営もやりやすく、サービスもやりやすく、実は前からあったんだけど、それをいろんな業態に当てはめてきてるっていうのが最近のやり方なんだ。はい、どうもレッツ深呼吸をお届けしてますが、今日は9月24日、収録にはなってますけど、今日はゲストさんいませんので、いろんなね、最近起こってるちょっとキーワードなこととかお話ししてますけど、後半はねちょっとガラッと変えて、はい、あの前にも何度かねこの番組では話してます、まあ、ゲストさんがいない時にちょこっと話したりしてる、ブロックチェーン、ブロックチェーン、ブロックチェーンについてね中途半端な情報を知ってるんであの詳しくはね、やっぱり自分で調べた方がその人なりの解釈があるみたいで、まあね、そうですよね、俺はブロックチェーンの中でも先駆けて世界的に有名になったこのビットコインは全然信用してないからね、ね、言ってたね、まあ、理由も話したと思うんだけど、でもそれ自体もビットコインやりながら知らない人がいるっていうことに俺はびっくりしたわけ。どういうことかって言ったら、そのビットコインをあのまあ、発明したというかね、開発して実際このビットコインをあの販売し始めたあの人とかあのいるわけじゃん、最初にね、スタートした人、まあビットコインをあのこの仕組みをね発明した人っていうのがあのなんか、日本人名のね、サトシ・ナカモトさんっていうあの謎の人物なんだ。そのサトシ・ナカモトが2008年にビットコインっていうのをあのブロックチェーンで発表して、実際でもあの販売し始めたこの一部の人たちっていう人たちが、要はあのビットコインを100と考えたら、この 1% の人たちがビットコインの9割をあの今持ってるわけよ。で、残りの 99% の人たちで、残りの 10% を奪い合ってるわけ、だから値段をガーって上げたり下げたりしてるんだけど、このビットコイン保有者の 1% か 2% のこの人たちが、自分たちが9割持ってるから、バーって一度200万まで1ビットコインが上がった時に、ボンって売った時に、ビットコインの価値が100万以下にダーンと下がったわけ、で一番儲かったのはこの多くを持ってる人たち、だって9割持ってるんだから、その中のもう本当に、何百ビットコインとかねボーンと売っちゃえば、値が下がるし、それをまたあの1ビットコイン200万の頃だから、それでわさって買った人たちがいるわけ、わさって買いながらバーって落ちていくわけ、儲かったのはこの1% の人たちだけ、だからつまんないわけよ俺は、もうこの人たちに全部左右されてるから、またこいつらのために残りのね本当にまあ今どのくらいか8割かなんか知らんけど、10%20% のものを残りの人たちでね 99% の人たちで、マネーゲームをして値段を上げて、またその人たちがバーンって言って儲かってって、こんなのに
どっか出たくないしね。うーん、あんまりなんて信用性がない、うんうんうん、でだからあの商売でビットコイン使えるよ、この店ではビットコイン使えるよって言ってる、人たちもいるけど、うん、あれ全然俺は信用できない。ほう、だってこんな値が変動するビットコインをさ、うん、会計で使ってみ、うん、例えばバーってフランス料理 のコースを5人で行って、うんうん、日本円で例えば3万円あのいいワインもので10万円使いましたと、うん、で10万円分のビットコインでじゃあ生産しますってやったとするじゃん、うん、10万円に値する価値でね、うん、でもビットコインの価値がガンって下がったら、うん、この店大損するんじゃん、うん、確かに本当10万円日本円で現金でもらった方が良かったけど、うん、ガクって価値が下がって、うん、その価値が5万円になりました、3万円になりましたって言ったら、うん、お店が損してるじゃん、うん、10万円の商品を3万円で出した、うん、提供したってことになるから、うんうん、こんな変動があるものに対して、うん、じゃあお店側は本当にビットコインで生産していいよっていうところが多くなるかったらそうじゃないと思うんですよ。そうだね、そういう時のリスクはでかいですもんね、うん、あくまで貨幣っていうのは信用だからさ、うん、自分たちがこの1万円札を1万円って認識して、うん、その価値をみんなで共有してるから、うん、価値があるわけ、うんうんうん、この1万円札を見て、これは8000円の価値しかないよっていう人いないでしょ、うん、いないよね、うん、でこれが信用だわけよ、うんうんうん、だから、日本はなんていうかな、この偽造されないようなこの日本円っていう高度な技術がに円にはあるわけ、うん、だから世界的にも日本の円っていうのは、偽造されにくいから価値っていうのが安定してるわけ、うん、でも逆に世界を見たらさ、うんうん、中国とかあの本当にヨーロッパとかいろんな世界を見たら自分の国の円よりもビットコインの方が安心できるわけ、うん、逆だわけ、うん、自分の国の貨幣があの信用できないからそういう意味だわけ、うん、日本の場合は日本円が信用できるから、うん、ビットコインなんか日本では通用しないと思ってる、うんうんうん、でもこれだけビットコインって世界中で騒がれたのは、うん、日本人じゃないわけよ、海外の人が、あ、自分たちの国の貨幣よりはこっちの方が安心だとかって言って、うんうん、みんなが価値を認めてるから、うんうん、こっちが安心だと思って、うん、偽造がないじゃん、うん、ビットコインには偽造もあれもみんな書き換えができないような、うんうん、あのそれがブロックチェーンという仕組みだから、うん、だからこっちでは安心だわけ、外国では、うーん、自分たちの海外で全然信用できるわビットコインはっていうのが世界で騒いでるのを聞きつけた日本人が、うん、あ、いいだろうと思って乗せられてるとしか思えないわけ、うんうんうん、日本の場合は円が絶対信用できるのに、うん、あんな変動したりするのは全然信用できないっていうのが俺の理論だわけ。はあ、そこまで深くは考えたことがなかったな、ビットコインに対して。絶対そうだと思うわけさ、うん、なんでよ、ビットコインって言ってる人バカだなと思うわけさ。うーん、本当にアホらしい。でも最近聞かない気がするけど、あ、ちょっとね、下火ねになってるけど、でも、うん、なんかね、いろんなところのセミナーハウスとかなんかああいうところではまだやってるような、まあまあまあね、講師が。 でもそれはなぜかって言ったら、うん、もう最初に呼び込んだ人たちとか、うん、そういう人たちはあの、なんていうかな、自分の友達とかいろんな人誘ってるから、うんうん、損したって思わせたくないから、うん、で自分もたくさん保有してるはずだから、うん、もっともっと仲間を、損する仲間を増やしたいからさ、あった、騙し合いのもうあれ中にいるわけさ、うん、騙されたとも思いたくないから、うん、前に進んでるみたいなとこもあるかもしれないけど、うん、でも俺はもう全くもうあの信用もできないし、ビットコインなんかは、うん、まあ出始めたブロックチェーンを知るきっかけになった、代名詞としてはビットコインは、まあ世の中にね、ブロックチェーンっていうのがあってっていうのを知らしめた意味では良かったかもしれないけど、うんうん、俺は違うと思って今の話をしたわけで。へー、ところで、うん、でじゃあ次に出るこの ビットコインよりさらにすごいもの何かって言ったら、うん、もう動き始めてる、すでにこの情報は。でもラジオで言いたくない、おい、ここまで言っていいか
いや嘘だよ嘘だ、うん、あのねこの番組聞いてる人は本当に得したと思うけど、うん、もう来年かね近い将来、うん、5G がまあアメリカと韓国ではもうオープンしてんだけど、うん、世界的に 5G もオープンして、うん、AI がどんどん進んでって、このブロックチェーンの仕組みがね本当に浸透していったら 今でもその仮想通貨っていうのはもう40何種類ぐらいあるわけよ、うん、ビットコイン以外になんとかコインなんとかコインって、うん、いろんなまがいももいっぱいあるわけや、うん、でもほとんど信用できないし、うん、ちまちましたもんだからさ、うん、こういうのやったら儲かるだろうって思ってる人たちが、うん、ベンチャーでやってるようなのもいっぱいあるからさ、うんうん、ところが、うん、ビッグカンパニーがこういう仮想通貨をダーンって出してくるんだよ、うん、これは俺は乗りたいと思う。なんでかったらもう信用がでかいし、うん、あんなビットコインみたいに一部の人が大量に持つとかっていう仕組みにはならないみたいだから、あんなちまちましたもんじゃねえよ。ねえ、ねどうしようかな。おい、ちょっと待って、待ってるから今。待ってる。マジ待ってる。時間もないからって、うん。これね、リブラっていう。リブラ。リブラっていう仮想通貨です。リブラ。リブラ。はい、以上です。おい。リブラがどうした？リブラっていうのは、はい、誰が一番の仕掛け人かって言ったら、うん、Facebook。の創業者のマーク・ザッカーバーグ、ハンバーグじゃないよ、マーク・ザッカーバーグ。面白くない。ここで親父ギャグかよ。ね、マーク・ザッカーバーグ、もうマークって言うよね、マークがね、うん、いよいよ動き出す、いよいよ沈黙を破って、うん、ずっとこの仮想通貨ブロックチェーンを見てきてたわけよ。あ、でもう準備してたわけ、ずっと、うん、満を持して沈黙を破ってリブラっていうのをこう出してくるんだよ。うーん、これがもうすごいんだよ。とにかくこのリブラのバック企業、うん、もうバックに支えてるこの大手企業の軍団がすごい。30業者ぐらいなんだけど、うん、これが例えば世界のビザカードとかね、うん、マスターカードとかね、うん、そういうもうビッグ世界に名だたるビッグカンパニーが30社ぐらいは揃ってるわけ、うん、金融系もあり、いろんなのがあって、うんうん、そういう人たちがこのビブラの価値を保証しますよっていうことだから、うーん、ものすごい安定感があるわけ、うんうんうん、これね、まだまだ詳細とか詳しいことはまだ出てないんだけど、うん、もうこのリブラっていう出るのとそのバックにいる業者があるっていうこの業者名ももう明確に発表されてるわけだから出ることは間違いない、うん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 、でもどういう販売仕方するのかとかね、うん、どういう利用仕方するか分かんないけど、うん、でもこれはね日本円の価値も超えるかもしれない。へえ、リブラだったらいいですよと。だ例えば今電子マネーやってるんじゃ、うんうん、だ電子マネー的な感じでリブラでって言ったら、うん、OKOK みたいな感じで、うん、世界的にリブラ使いますみたいな、うんうんうん、になると思う俺は。うーん、世界のスタンダードになる可能性を持ってるのがこのリブラっていう仮想通貨。へ、ここはもう再注目、うんうん、今から勉強してた方がいい。リブラ、うん、間違いない。だってマークだもん、うん、Facebook だもん、うん、マーク・ザッカーバーグが仕掛けるリブラにご期待だけど、はい、ところが、うん、もっと沈黙してて、うん、一番世界の億万長者、うん、要はビル・ゲイツがナンバー2、うん、ナンバー1に君臨してるのが、うん、ビル・ゲイツの8兆円の資産の倍を持ってる、うん、16兆円から17兆円ぐらい資産を持ってる、うん、ダントツの1位のジェフ・ベゾス、うん、知ってる誰か。ジェフ・ベゾス、アマゾンの創業者、うんうん、世界ナンバーワンの長者、うんうん、このジェフ・ベゾスが未だに水面下で沈黙を守ってる。はあ、これがね、うん、だから
リブラにどう対応してくるのか、うんうんうん、それともリブラにそのまま乗っかるのか、うん、もうリブラにジェフが乗っかったら、うん、もう完璧に世界を牛耳るけど、うん、でもそれをはるかに超える安定した仮想通貨出してくるかもしれない。ここさえちょっとね、うんうん、キーワード押さえておけば、うん、だからリブラとジェフ・ベゾス、うん、アマゾンの動きをちょっとこの今後のね仮想通貨、うん、もうビットコインなんか目じゃないからね、あんなマネーゲームなんかちゃちょんってかも、なんかあのねおままごとで、1000円だよとかってレジゲームとかしてる、うん、あのレベルになるから、うんうん、ビットコインなんか、うん、申し訳ないけどビットコイン買ってる方はご愁傷様でした。友達にいたな買ってたやつがいやまあ分かんないけど、でも俺はそう来ると思うね、うんうんうん、でもねこんなビッグ情報リブラ、うん、もうこの話を聞いたらね確かに今後のだからブロックチェーンのブロックチェーンっていう仕組みは別に仮想通貨だけじゃないわけよ、うん、ブロックチェーンっていう仕組みを使って、いろんなもう動きがあって実は、うん、いろんな日本にもベンチャー企業が、もうブロックチェーンを使ったベンチャー企業が6社8社ぐらいあるのかな、うんうんうん、これどういうのもんかって言ったら、うん、ブロックチェーンっていう仕組みを使って、うん、不動産会社不動産業、うん、これはどういうことかって言ったらいろんな各地域とか、うん、その不動産の窓口によって賃金が変わったりする家賃が同じ例えばよあのこの辺に大きいライオンズマンションができたとするじゃん、うん、でこのライオンズマンションの一棟を一つの不動産が扱ってないじゃん今、うんうん、いくつのかの不動産で何部屋か持ってて分けられてて、うん、で不動産屋によっては金額が違うわけよ家賃とか、うん、あるいは敷金礼金があったりなかったりするわけよ同じマンション、うんはい、うん、あるね、うん、これをだから難儀だからいろんな不動産回って同じマンションのね不動産どこの物件持ってるか分からんけど回っていくよりは面倒くさいじゃん、はい、うん、でもブロックチェーンっていうこの仕組みを使えば全部みんな同じ情報を同じように承認してるから、うん、でそれの改ざんとか書き換えもできないから、うん、安定してるわけ、うん、嘘もつけない、うんうんうん、でこれが不動産にとてもマッチしてるなって俺も思うし、うん、やっぱりそういうブロックチェーンを利用した不動産業者ももう出てきてる、うーん、でまあ不動産だけに限らずまたいろんな業種業態でこのブロックチェーンっていうのは当てはめていけるから、うん、仮想通貨だけじゃないあの面白い使い方ができるんじゃないかなっていう、そういう将来像も見てるからね。ブロックチェーン、ね、なんかすごいねこの世の中いろいろみんな頑張ってんだなみんなちゃんといろいろ頑張ってるんだね考えて。だから少し先のね、うん、時代を読むっていうかねこの知るっていうことが大事なんだよね。もう今リブラしか考えてないっていうかもう今リブラのことしか考えてない。まあ、リブラは来るだろうと思うし、うん、そのあとはアマゾンのねジェフ・ベゾスがどういう動きをしてくるかっていうところをちょっと注目して ね、これはちょっとね、うん、なんだろう楽しみですね。いやだからこれからの時代本当にね、そういう情報を知ってる人が賢く生きれるっていうかさ、うん、人よりも便利に上手にこの、投資をしたりその自分のお金を守りながら、生活便利に、ね、うん、なっていけるんじゃないかなと思うから知らなかったら損すると思う多分、うんうん、そうだね、うん、本当にだってこの安い航空会社とか今ねエアトリとかいろんな LCC とかあるけど、うん、この乗り方使い方知ってる人でもやっぱりお得になってるし、うんうんうん、でブッキングドットコムっていう宿を取る、ね、うん、アプリもあれも俺相当な人に俺を教えたから、うんうん、知らない人いっぱいいたわけよ、うん、おいお前宿普通のねまだね楽天とかあんなので予約してんのって、うん、もう今じゃブッキングドットコムだよって見せたらで使わせてみたらよかったってみんな使ってるし、うんうんうん、なんで周りが知らない
人が多いのかなっていうのは俺は前から使ってるからよくわかるわけ、うん、台湾行くにしても香港行くにしても韓国行くにしてもタイに行った時も、まあ、日本全国どこでもブッキングドットコム、まあ、沖縄県内でもよく使ったりしてるけどね、うん、よく使ってたわけ昔から、うん、もう何年前からかな、多分5、6年もっと前かな、うん、6、7年近く前からもうブッキングドットコムばっかり使ってたわけ、うんうん、なぜ日本人があのあまり知らないのかなっていうのは、俺がブッキングドットコムで探した宿に行くたんびに日本人がいないわけ、うん、泊まってるお客は外国人ばっかりだったから、うん、あ、日本人にあんまり知られてないんだなと思って、うん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 、でそれだから周りの人に伝えたら、あ、知らなかったっていう人が多くて、うん、もう未だにやっぱり外国人が利用してるケースが多いよ、未だに。ああ、そうなんだ、うん、だからみんなどこで宿の手配してるのか分かんないけどさ、うーん、ブッキングドットコム普通になんかホテルパックで飛行機と一緒に、うん、宿を取ってるのかなんか知らんけど、うん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 、それは、あ、でもそれが多いでしょうね。それはもう古いと思う、うんうん、今逆にね、ブッキングドットコムと提携してやる航空会社 LCC が増えてきてるぐらいで、ブッキングドットコムがもう世界的にやっぱりよく利用されてるし、うんうんうん、使いやすいんだよね、ものすごく、うん、で予約してキャンセル無料だし、うんうん、あれは本当お得よ、びっくりするぐらい安かったです。あのブッキングドットコムはどれぐらい前から予約できるの？いや、もう半年先でも。あ、そうなんだ。取れるのは取れるよ。なんかキャンセルがあったやつを安くで出してる感じなイメージだった。違う違う違う、そう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 、いや、あのね、だからキャンセルでも無料っていうところまたミソで、うん、例えば数日前から今日予約してたとするじゃん、うん、大阪、うん、で大阪に行きました、うん、LC で行きました、で、予約してるところ以外にだいたいブッキングドットコムで予約取れる宿っていうのはチェックインがだいたい15時以降なんだよね、うん、15時とか16時以降とかで、お昼からこの15時の間にキャンセルする人が多いわけ、うんうんうん、もうチェックインギリギリでね、うん、キャンセル料無料だから、うん、多いわけ、うん、だから裏技としてこれ予約しててもチェックイン前にね、またブッキングドットコム検索するわけ、うん、そしたらその日にキャンセルになったところをめちゃくちゃまた安くで出るわけやわけ、うんうんうん、もう今日宿埋めないとダメじゃん、うんね、だから半額とかさ、うん、スーパーセールとか出てる場合があるから、うん、そこにもう急遽予約して、うん、で前の予約してたのをキャンセルするわけ、うんうん、それでめっちゃ安くで泊まれるわけです。これは裏技ね。そういう使い方もあるってことか。すげえ。ねえ、だからね、本当にね、知ってるのと知らないとでは、うん、これだけ違うからさ。うん。人生変わるね。変わるよ。だからこういうのをちょっと やるのも楽しみじゃん。うん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 。うん、そっか。そうだね。楽しめばいいね。楽しめる。そういうのをね、時代の流れに乗るのをね。うん、俺なんか生きてるじゃんみたいになるわけよ。うん。おみんなで知らないけど俺生きてるじゃん、安いとこ知ってるよ、安い使い方してるよみたいな、うんうんうん、いいですね。それをね、うまくこう時代に乗ったようにね、うん、なるともうちょっとでも安く取れたらさ、うん、その分が美味しい飯代になるわけよ、うんうん、あ、ステーキ食えるぞみたいな、うんうんうん、ねえ、ラッキー、飲みに行けるなとかさ、うん、だからそんな風にこの楽しみながらね、そういうツールとかそういうプラットフォームもね、使っていくと、うん、また人生観も豊かになるし、うんうんうん、常にだから勉強していくと、そういうお得な情報とかもいっぱいあるわけだから、うん、これうまく使ってる人もたくさんいるから、実は裏には、はい、うんうん、でそういう人間にね、なりましょうよ、はい、うん、逆にこういういい、情報とかさ、うん、そういったのをこの伝える側の人間になったらさ、うんうんうん、その人重宝されるじゃん。ね、必要とされるもんね。実家は結構お得情報とかいっぱい知ってるから、うん、実家聞けばとか、うんうん、実家と一緒に行こうとか、う
よし頑張ろう。なるじゃん。マジ今日から勉強しよう。男もすぐ見つかるかも。そこ？そこでそこで見つかってもな。安いこんなんかね、あの出会い系の、うん、あのお得な、うん、そのパーティーとかもあるかもしれないじゃん。いや、出会い系は行かない。なんかこれはね、行かない。もしかしたらいいのあるかもよ。とか言いながら見てるかもしれない。食わず嫌いかも。聞いてるかも。うん、見てるかもしれない。彼が。いやいや、自分がやってるかもしれない出会い系。はい、ということでね。はい。まあ先週今週と、ちょっと収録でしたけど、あのゲストさんがいない時の方がいろんなね情報また流せたりもしますんで、うん、楽しいまた2週間でしたね。ということで、はい、もう今日は24日ですから、うん、また10月来月ね、1日に10月1日に、うん、お会いすることになると思いますが、はい、まあなんせ、9月10月っていうのは沖縄ね、台風まだシーズンなんで、うんうん、あの台風情報とかねそういったのには気をつけて旅行も行きましょうね、うん、もう今卵ができたとか、ああ来週出発だとかったらもうちょっとヒヤヒヤドキドキするけどね、うんうんうん、詳しいちょっと細かなね情報をキャッチしながら、はい、旅行も計画していきましょう、うん、ってことでまた来月お会いしましょう。はい、ありがとう。それでは皆さんさようなら。バイバイ。シーフって水気つながれてないんだよ。ああ。よし。名前は聞いたことありますけど。もうエリキさんに言われて入れてはいるけど。あ、そうなんですか。アプリ取ればいいよ。ダウンロード。アプリがあるんですね。うん、そう。それで見るのも面白い。見るだけど。うんうん、私一回最近イードリームスみたいなやつ、あ、なんかエアトリとかみたいなやつで一回すごい安くで東京行ったのがあるんですけど。前は Airbnb? ではなくて eDream みたいな名前のやつで、でもあれはやっぱ外国の企業のやつなので、うん、なんかもし万が一キャンセルするとかってなった時は難しいって言ってました。この外日本語に対して。